応ですね、難波駅の一日駅長を務められるお気持ちを一言よろしいですか。いや、もう本当夢のような時間だなっていうのが一つと、まあ難波というとすごい大きなターミナル駅でもあるので、なんかそこのね、一日駅長というのは本当にターミナルの駅長ってことはもうなんて言うんでしょうね、まあ、本当に夢のような一日だなっていうのが、まあ、もう本当率直な、はい、感想ですね、はい。今回ラピートが誕生から30年という年を迎えるということで、はい、そのことにつきましてはどのように受け止めてらっしゃるんですか。そうですね、まあ、ほぼほぼ僕と同い年って、まあ、僕も95年の2月なので、まあ、でももうだからやがてその30周年というところなんですけども、まあ、今見てもそのラピートっていうのはなんて言うんでしょうね、やっぱりちょっと普通の車両とは違うオーラがあって、デビューして 2,3 年なんですよって言われても、あ、そうなんですかってこうスッと受け入れられるような、30年経ってもだから色褪せないというか、この常にこの新型車両みたいな雰囲気を保ててるのが、うん、すごいなと思いますね、はい。まだまだ走れるということで整備も行き届いていると伺っているんですけれども、はい、今後ラピートについて何かこう期待するところとか思いとかってありますか。やっぱりこれからもたくさん、やっぱり今日も子どもたちがたくさん来てましたけども、やっぱり憧れの、ずっと憧れの車両であってほしいですし、まあ、関西空港を結ぶということで、まあ、本当に日本の方のみならず海外の方も利用されると思うんですけども、まあ、そういった方々にもラピートすごいなと、すごいデザインだなと、なんか見ても楽しめる、乗っても楽しめる、そんな車両であってほしいなと思います、はい。会場を見られてですね、はい、ここが良かったとか、なんかそういうのありますか。もう全部ですよ、なんか具体的なんか個人的にはね、廃品部品というかね、ああいう昔使われてた看板とか行き先とかあって、ああいうの見るとやっぱり、あ、昔こういうの走ってたんだとか、あ、こういうのつけてたんだなとか、まあ本当ね、この時代になって行き先表示とかっていうのはもう電光掲示板になってきてるんで、ああいうアナログなものがどんどん減ってきてる中で、すごい貴重なものを展示してくださってるので、やっぱりああいうの見ると、あ、すごいな、あ、昔の時代ってこんな感じだったんやっていうのは、はい、思いましたね、はい。1日やりたいです、ほんまに1日やりたいですけどね。いや、でも貴重な経験をさせていただいて、この後ラピート展、高島屋でやります。はい、まあ、この後歌も歌わせていただくんですけど、今日はこの姿のまま歌わせていただくんで、普段着物なんですけど、今日1日特別なこの装いで歌わせていただきますんで、僕自身も楽しみながら、はい、この制服を来てるこの幸せをかみしめながら、はい、楽しいステージできたらなと思います。ありがとうございました。